ここならじっくりと相談できそうや。して、相談とは何だ？あのな、メルフ、うちのこと、どない思う？いや、そのな、うちのこと、女らしいと思うか？心配するな。君は可愛い女性だと思うぞ。そりゃ、メレフと比べたら、大抵の女性はおしとやかで可愛く見えるよね。私をバカにしてるのか？ちゃうねん！ごめん、言葉足らずやったわ。うちに比べると、ホムラやカグツチは色気を出しまくっとると思う？確かに、カグツチはもとより、ホムラも健康的な女らしさを感じるな。せやろ？うちがもっと魅力的なブレイドになるには、威力が必要やと思うんよ。なるほど。それで、色気のある私に教えを乞いたいというわけだね。ちゃうよ。メレフにそんな助言はよう求めよう。メレフって男みたいなもんや。うん。せやから、男の気持ちが理解できると思ってな。そうか。おお、分かってくれたんか？なあ、メレフから見て、うちとあの二人のどの辺が違うと思う？知らん！勝手にしろ！ねえ、ちょっと待ってよ。協力してくれるんやろ？もったいぶらんと教えてえな。その告白、少し待ってもらえないか？サイカ、君は気づいていないのだろうが、実は私は女なのだ。だから君の気持ちを受け入れるわけには。メレフにしては面白いボケやね。は？あんたが女なんはほとんどみんなが知っとるで。そうやなくて、うちは女らしさについて聞きたかっただけよ。うん。女らしさをこの私に？メレフは男装の霊人やけど、もちろん女性らしさにも気使っとるよ。髪とか肌とか傷つきやすい指先も綺麗なもんや。細かいところまで見てるな。まあね、女の子ブレイドとして当然のことや。なるほど。サイカには振り向いてもらいたい男性がいるというわけか。いや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 、そうやね。カグツチやメレフのような大人の女性がどんな手入れをしてるのか参考にしたかっただけや。私とカグツチはアバリティアからもちもち化粧水とスースージェルを取り寄せて使っているな。ふむふむ。アルス油ハンドクリームなどもなかなかのものだぞ。なるほどなるほど。今度ジークに買ってもらうよう言っておこう。そういうのはやめてよ。こういうのは裏でこっそり努力するのがええんや。絶対に言うんやないで。